9月19日に行われたエリザベス女王の国葬には、日本から天皇皇后両陛下が参列しました。国民から高い人気を集めていたエリザベス女王。そして、後を継いだチャールズ新国王。しかし、英国王室への支持は、世代によっても温度差があり、チャールズ新国王の前途はバラ色ではないのだそう。一体、どのようなことなのでしょうか。イギリス王室にとっては、国内の支持だけでなく、国外で信頼を得ることも最重要課題の一つなのだそう。この点は、日本の皇室と大きく異なるところですね。今回は、日本と英国の皇室、そして王室の事情の違いについて、見ていきましょう。ぜひ、最後までご覧ください。亡くなったエリザベス女王は、イギリスにとっても激動だった70年間王位を務め、国民から高い人気を集めていました。しかし、王室への支持は世代によって温度差があり、後を継いだチャールズ新国王の前途はバラ色ではないというのです。9月19日、エリザベス女王の国葬が、ロンドン市内のウェストミンスター寺院で営まれました。過去70年間にわたって、イギリスと英連邦の君主であった女王の死。それは、イギリスだけでなく、世界中の人が悼んだのです。そのような中、欧米のメディアでも注目されたのが、天皇皇后両陛下の葬儀への参列。イギリスの新聞では、9月16日、日本の天皇は、世界のリーダーが女王の葬儀に集う中、バスでやってくる、という見出しの記事を載せています。アメリカのワシントンポストでも、9月17日に両陛下の参列を報道しています。お二人の写真を大きく掲載し、東京の皇居で豪華に暮らす日本の天皇は、月曜日に行われるエリザベス2世の葬儀には、混雑したシャトルバスで向かう予定だ。天皇陛下と雅子さまがバスでの移動を快く受け入れた一方、世界の指導者の中にはそうでない者もいるとし、バイデン大統領など数名の VIP が、セキュリティ対策の施された自分の車を使いたいと主張していると報じていました。この記事によると、イギリスの VIP 担当者が、車を使いたがる VIP の対応に苦慮していたのだそう。そして、日本の天皇皇后両陛下の対応は、他の VIP の手本となるものだったようです。いくつかの欧米メディアでは、日本の天皇は、死を不浄なものとする神道の文化的信念から、伝統的に、自分の親を除いて葬儀に参加していないとし、今回の葬儀への参列が天皇皇后両陛下にとって、特別の意味を持つものだったと説明しています。それを受けて、ツイッターなどの SNS 上では、各国の首脳と乗り合いバスで葬儀に向かわれた天皇皇后両陛下は、誇らしいという日本人の声が相次いでいます。女王の国葬は、史上最も人々に見られたテレビ中継だったと言われています。イギリス国内では、なんと2920万人がテレビ中継を視聴。また、ワシントンポストによると、全世界では77億人が視聴したとされています。エリザベス女王は、70年という長い間君主を務め、イギリス王室の価値観を作ってきたと言っても過言ではありません。伝統を守りつつも、常に新しいものを取り入れ、真面目ながらユーモアのある人柄は、国民に広く愛されました。亡くなってからも、多くのメディアが、他に代わりが利かない人物と伝えているのです。女王死去後、9月中旬に行われた、ロイヤルファミリーのメンバーに対する好感度調査では、ウィリアム王子が 84% という高い支持を得てナンバーワンに躍り出ました。5月の同じ調査でも、ウィリアム王子の人気は 75% と高く、当時のチャールズ皇太子の 54% を上回っていたのです。国民に人気が高かったダイアナ妃と離婚し、不倫の上、カミラ夫人と結婚したことが、
長い間チャールズ皇太子の人気に影を落としていたと言われています。しかし、エリザベス女王が今年初め、忠実に公務に励むカミラ夫人について、チャールズが国王になれば、カミラが王妃の称号で呼ばれるようになることを心から願っていますと述べたこともあり、イギリス国民の二人に対する考え方は次第に変化していったようです。この調査では、イギリス国民の 67% が、イギリスは今後も君主制を続けるべきだと答えているのだそう。ロイヤルファミリーがよほどのことで、国民の信頼を失わない限り、今後も君主制を支持する傾向は続くと見られていますが、チャールズ新国王を率いる新しい王室が、若者の支持をいかに得られるかが課題になりそうです。さて、このニュースに多くの人が反応しています。日本に置き換えたとき、国民はどう思っているのでしょうか。まとめてピックアップしたので見ていきましょう。チャールズ国王は、国民が苦しい時には、国民と共にある王室の姿を伝えたい、とお考えとのこと。日本の天皇皇后両陛下も口には出さないけれど、いろいろな時に国民に寄り添う行動を見せてくださるので、きっと同じように考えていらっしゃるのですね。一方で、英宮邸の改修工事は、当初の計画よりも大幅に予算を超過して、40億円を超える改修費用になったとの報道もあり、全く国民の感覚や暮らしぶりなど関係ありませんという姿勢が見えてしまいました。身の丈に合っているから全く問題ないとお考えなのでしょう。日本では記事にあるような、女王等の皇室の方々を含めた著名人等の人気度ランキングの調査は行わないでしょうけれど、天皇皇后両陛下と敬宮愛子内親王が上位独占するでしょうね。日本の天皇家は陛下のお人柄もあり、支持する人は多いけれど、その次はどうなのでしょうか。女系天皇を認めるか、女系を認めないならば、直系の愛子様がラストエンペラーでいいという意見も少なからずあります。いくつかの欧米メディアは、日本の天皇は、死を不浄なものとする神道の文化的信念から伝統的に自分の親を除いて葬儀に参加していないとし、今回の葬儀への参列が天皇皇后両陛下にとって特別の意味を持つものだったと説明している。欧米メディアの日本文化に対する理解度の高さにも改めて敬服します。特別の意味との表現も婉曲的表現で知的であり、政治的配慮も行き届いていますし、戦後の皇室外交で揺るぎない友好を深めた王室も少なくはないですが、英国王室もその最たる存在です。自国の伝統的しきたりからは外れても、友好関係を第一義とする天皇と国民世論は政治的意図とは無関係なので、特段取り上げる必要はないですが、我が国の本質理解を得られる機会にもなっていたら良いですね。日本でも今上天皇陛下の時代は良いかもしれないですが、この先仮に秋篠宮様が天皇陛下に即位されることになり、その先さらに悠仁さまが即位される時代には、天皇制は国民の支持を得られずに廃止に進んでいくように思っています。日本でも皇室化に対する不信と不満と不支持が拡大する一方です。国民に寄り添うことのない王族はいりません。私は天皇家直系による皇統継続を望みます。皇室典範改正を一日も早く法整備されてほしい。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。